あ、今見えたか、ドラクエで一番おなじみの敵、今キメラいたよね。いた、キメラの家族、キメラの群生地帯みんなありがとう、楽しかった。以上、加藤純一のドラクエ11、本日のプレイいかがでしたでしょうか。このように油断をしてるとすぐ死んでしまうというね事態も時折起こりますが、僕はドラゴンクエストを諦めません。楽しいドラクエ、なんで俺ばっか狙うんだよ、なんで俺ばっか狙うんだよこいつら。勝てるわけねえじゃねえかよそんなんだよ、どうやって勝つんだよ、一歩もあれじゃねえかよ、まあ、よそ見して歩いてたら高速車に突っ込まれたみたいな、そんな感じだったぞ今俺。 OK ナイス、神頑張れ、お前ら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 頑張れ、ごめんな頼りないキャプテンで、頼りないキャプテンでごめんな、ギラギラ、よしよしよし、まずキメラ殺せ、キメラ殺せ、チャンスある、で合いますよ、いけいけいけ、回復しろ、神いいぞ、神いいぞ、いや、そう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 、お前俺にホイミ使えよバカ、誰が何やってな、やれよお前、なんでお前さ、俺ばっかり死んでさ経験値もらえなくてさ、戦闘だから狙われやすい、分かった、決めた、俺一番後ろ行くわ、やってられんわこんなの。女に守ってもらう、絶対もう俺戦闘行かない。